はい、どうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ、イヤーファンさんから最新ワイヤレスヘッドホンを送っていただきました。ということで、この動画はイヤーファンさんのご提供でお送りします。はい、これその名もイヤーファンウェーブプロ LDAC 対応、アクティブノイズキャンセリングも搭載していて、最大80時間連続再生、マルチポイント対応、専用アプリにも対応した盛りだくさんのヘッドホンです。はい、それでは今回これ開けて中見てどんなものかチェックしていきます。で、今回もイヤーファンさんから期間限定割引クーポンいただいてます。なんで、気になる方はぜひ最後までご覧になっていってください。で、お急ぎの方は説明欄に詳細リンク書いておきます。ぜひチェックしていってください。それでは始めていきます。もう早速開けていきます。箱の外観はこんな感じ。しっかりした化粧箱に入ってます。上蓋を開けて、あ、今見えました？いきますよ、せーの。はい、これ、あ、こんなしっかりしたケースに入ってました。あ、これは嬉しいですよね。結構ハードなシェルケース、これはありがたい。で、本体いきますよ、せーの、イエーイ、来たー。はい、これがイヤーファン渾身の最新ワイヤレスヘッドホン、イヤーファンウェーブプロ。あ、かっこいいですね。はい、こんな感じ。このあたりもちょっとひんやりしてるけど、え、金属かな？かなり高級感高め。はい、こんな感じ。あ、で、この内側に、わかりますかね？ LR の表記があるんで、これは結構わかりやすいし、外側からは見えないんで、おしゃれ。で、ここが、ふにふにしていて、さらに、このトップ部分、ここもかなりふにふにしてます。僕みたいなデカ頭でも、しっかり対応できるように、調整できるようになってます。はい、こんな感じ。で、LR の L 側、ここにタイプ C ポート。で、反対の R 側、こっちに、ボタン類が集約されてます。あ、で、ここ、有線接続できるように、ケーブルのポートもついてます。はい、これが、イヤーファンウェーブプロ。ちょっとかけてみます。はい、僕のデカ頭でも、ちょい縮めぐらいで、ちょうどいい感じ。で、僕は耳も結構大きいんですけど、すっぽり気持ちよく、この中に収まりました。で、これ、使わないときは、はい、こんな感じで、すっぽりと、簡単にケースに収まります。あ、で、今気づきましたけど、ここに、小さいポケットがついていて、あ、なるほど。こういったケーブルに、タイプ A と C の充電用ケーブル、これもついていて、で、さらに、はい、こんな感じで、説明書もついてます。中身は、まず、保証サービスの紙と、多言語対応の説明書。もちろん、日本語にも対応してます。で、各操作はこんな感じ。よかったら一時停止を駆使してご確認ください。はい、それではイヤーファンウェーブプロ、ちょっと特徴チェックしておきます。鮮烈なサウンドを驚異のコスパで実現。イヤーファンの新たな挑戦がここから始まる。新発売されたばかりのイヤーファンウェーブプロ。いつまでも聞いていたい臨場感のあるサウンド。40mm系DLC 複合ドライバーを採用。パワーのある低音と、クリアで透明感のある中高音を楽しめます。マルチポイント接続に対応。2台の Bluetooth デバイスと同時接続できるんで、スマートフォンを接続したまま、タブレットやノートパソコンへ素早く切り替えができます。驚きの80時間連続再生。10分の充電で10時間の再生が可能です。対面で話してるかのようなリアルな音声通話、ENC 通話ノイズキャンセリングも搭載。で、これですよ。-45dB のアクティブノイズキャンセリング。もちろんノーマルモード切り替えも可能で、外音取り込みモード、これも搭載してます。さらに、低遅延ゲームモード搭載。専用アプリにも対応していて、各操作、スマホから簡単に行えます。はい、で、これですよね。ハイレゾ相当の高音質なサウンド、原音のディテールを再現。ハイレゾ&ハイレゾワイヤレス認証取得。耳元に光のアクセント、デザインも妥協なし。Bluetooth プラス AUX 再生、有線でも無線でも使えます。で、さっきもご覧いただいた通り、折りたたむことができます。ヘッドバンドによる圧迫感を軽減する圧力軽減パッド、柔らかくて蒸れにくい、
通気性に優れるイヤーパッド、自分に適した長さに微調整できる金属製ストレッチアーム、正確な操作を可能にするマルチファンクションボタン。付属品はこんな感じ。はい、イヤーファンウェーブプロ、ざっと特徴はこんな感じ。結構素晴らしいスペックと言えます。はい、それでは、イヤーファンウェーブプロ、電源入れますね。あ、ちょっとせっかくなんで、つけたまま、電源オンします。はい、パワーオン来ました。接続したい端末の Bluetooth 設定を開いて、イヤーファンウェーブプロ、タップします。はい、今回は、Xiaomi 12T Pro を使ってます。ペア設定をタップ。はい、これで接続できました。デフォルトの状態では AC なんですけど、専用アプリを立ち上げて、イヤホンウェーブプロをタップ。あ、すると、はい、こんな感じで、ANC もノーマルモード、外音取り込みモード、風のノイズキャンセリング、快適なノイズキャンセリング、深いノイズキャンセリングと、あ、結構細かく選べるようになってます。で、ゲームモードのオンオフ、これも簡単にアプリでできます。で、イヤホンイコライザー、デフォルトサウンドにプリセットイコライザー、カスタムもできます。なんでこのあたり、ある意味ご自身に最適なイコライジングできるんじゃないかと思います。で、キーのカスタマイズ、こういったこともできて、で、さらに、この歯車マーク、これをタップして出てくる、Bluetooth オーディオの品質、これを LDAC、オンにすると LDAC 対応します。ただし、LDAC を選択すると、マルチペアリングは使えなくなります。どっちを優先するか、あるいは、iPhone、iPad ユーザーの場合、これをオフのままマルチペアリング、そういった使い方になるかと思います。イヤホンウェブプロ、音楽に動画、ハイレゾ音源、視聴してみたいと思います。はい、視聴終わりました。まずは、ステレオチェック問題なし、逆位相チェック問題なし。で、この、ハイレゾ音源、ちょっと聞いてみたんですけど、めっちゃ良かったです。はい、まず、そんなに低音ズンズン好きではない僕にとって、かなり心地いい低音。伸びやかで腰があって、まるで手に取れるような、そういった低音。で、デフォルトのままだと、聞く曲によっては、少し高音刺さる部分もあったんですけど、さっきもご覧いただいた通り、いくつかプリセットもあるんで、僕は低音強め、それで聞いてました。でね、LDAC で聞いてると、めっちゃリアルなだけに、ある意味収録時に、荒のあるような音楽だと、そういうところまで聞こえてくるっていう、そのあたりも生っぽくていいんですけど、それぐらいの臨場感ありました。奥行きや高低差、左右の広がりなんかもあって、いや、やっぱり、LDAC 素晴らしい。で、あと良かったのが、ノーマルモードとノイキャンモード、どちらも音質の際はあまり感じませんでした。で、そのノイキャン、めっちゃ効きます。で、外音取り込みも結構自然で、このあたりのチューニング、うまくできてました。で、びっくりしたのが、風ノイキャン。これめっちゃ効きます。はい、例えば、こういった、ハンディファン、最大にして、このあたりまで近づけて、風ノイキャンオンにすると、この風の音、なくなるんすよ。いや、びっくりしました。ただこの、モーター音は聞こえるっていうね。いや、でも、完全に風切り音なくなったんで、そのあたりはほんとびっくり。で、そこから、ノイキャンオンにすると、どうなるのか。はい、これ、ファンのモーター音は消えて、風切り音聞こえます。はい、これある意味、風ノイキャンはかなりやばいぐらい聞くということ、ちょっと面白かったです。で、さっきお話しした通り、LDAC めっちゃいいんですけど、正直ぶっちゃけ、本末転倒なことを言うと、僕はこれ、LDAC オフでも全然悪くないと思いました。なんでこのあたり、iPhone、iPad ユーザーでも、イヤホンウェーブプロ、試してみる価値はあるんじゃないかと思いました。で、さらに言うと、LDAC オフにすると、マルチペアリング使えるんで、はい、ただこのマルチペアリング、ちょっと僕苦戦しました。というのも、はい、このアプリで、デュアルデバイス接続、これをオンにしておかないと、マルチペアリングできませんでした。これを知らずに、説明書通り、何度かトライしたんですけど、ダメでした。その手順は、まず1台目、A 端末とペアリングします。で、その状態で、この電源ボタン、これを素早く3回クリック、すると一旦 A から接続が外れるんで、B 端末で接続。
その状態で、さらに A 端末を再接続。これでマルチペアリングできます。で、その切り替えもかなりスムーズで、A 端末で音楽聴いていて、その音を止めます。で、B 端末で動画見出すと、もうその時点で、B 端末の音聞こえてくるんで、このあたりやっぱりかなり便利。なんでせっかく LDAC 積んでるんで、それを体感いただきたいっていう部分もあるんですけど、マルチペアリングも便利なんで、どっちを取るか、難しい部分ありました。少なくともコーデック AC でも、僕はその音質、結構気に入りました。はい、ということで、最後に内蔵マイク、これのチェックをして終わります。もしもし、今これ、イヤホンウェーブプロ、内蔵マイクで音声を収録してます。小さい声で喋るとこんな感じ、聞こえますか？はい、これが、イヤホンウェーブプロ、内蔵マイクの音声です。はい、どうでしょうか？って忘れてましたけど、音の遅延、これに関してもノーマルのままでも全くないわけではないけど、僕はほぼリップシンクのズレ感じませんでした。なんでゲームモードオンにすれば、まずそれで気になる方はいらっしゃらないかと思います。はい、今回ご紹介しているイヤホンウェーブプロとなると、気になるのはそのお値段。今月発売されたばかりのイヤホンウェーブプロ、 Amazon で価格を見てみると9,990円なんですけど、はい、ここ1500円オフのクーポンがついてます。で、さらに今回割引クーポンもいただいてます。それを適用することで、なんと最終価格7,691円、そこにポイントもついてくるんで、はい、かなりお安くなったと思います。よかったらそのあたり説明欄にリンク詳細書いておきます。ぜひチェックしてみてください。ということで、今回イヤホンさんのご提供でイヤホンウェーブプロのご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。